はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の対数関数丸3方程式編をお送りします。で、これでね、対数関数の3つ目、今回は方程式を5問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では早速ね、行くんですけど、ちょっとですね、風邪をひいてました今自分。なので、咳込んだりとか声が裏返ったりするかもしれないんですけど、ちょっとそこをね、お許しいただいて聞いてもらえたらと思います。よし、じゃあまずね、1番なんですが、やり方としてはすごくシンプルです。で、この上のタイプだったら、前使ってたね、例えばこれ前やったやつね、ログ A の M イコール P って、これを直すと、あ、間違った失礼、 P って書いてしまった、 M イコール A の P 乗が成り立つと、これ前にね、対数やってるんですけど、まあ、それを使ってもいいです、普通に。だから例えばこれ当てはめていくと、こう形があって、 M イコール A の P 乗じゃん。だから M が今 X ごめんね、 X なんで、X イコール3の2乗です。だから答え X イコール9と、これで終了なんです。ただし今わざと1個抜いてるんだよ、 大切なこと。で、何を抜いてるかっていうと、これログで解くときって進数条件が発生します、必ず。で、進数ってこの X の部分ね。で、進数っていうのは必ず0より大きいです。正にならなきゃいけない。だから、これ解く前に、今進数 X なんで、X が0より大きいって範囲の元で解いてるんだっていうのを必ずやってください。進数条件。で、出てきた答えがどうせ9だったでしょ？ 0 より大きいから、だからこの答え OK ですよっていう、この流れになります。これ超大事。進数条件。必ずやるようにしてください。で、次、ログ2分の1の x イコールマイナス3です。で、これも先に進数条件を絶対先にやるから、ここ x が0より大きいと。で、そのね、条件の元で解いていくと、で、これね、今回、さっきの問題はこれ使ったじゃないですか。で、それでもいいし、左辺と右辺を同じ体のログで揃えるっていう考え方でも OK です。個人的には俺こっちの方がよく使いますけど、例えばどういうことかっていうと、こっちがログ2分の1の x、 まあこのまま変えないでしょ。で、右辺がログになってないので、2分の1で合わせてログ2分の1ってつけるので、マイナス3をこうつけたかったら、これ結局2分の1のマイナス3乗になるんだよね、無理やり直そうとすると。これ前もやったやつだね。だから同じログ、同じ体だから、進数同士がイコールでいいでしょ。つまり、x イコール2分の1のマイナス3乗。で、これを解くと、普通に3乗だったら8分の1。でも、マイナスがくっついてるから逆になるので、だから結局、8分の1の逆数である8が答えになります。で、最初にやった進数条件、0より大きいも満たしてるので OK と。いいかな、こんな流れです。どっちで考えてもいいです。結局さっきと同じようにやれば x イコール2分の1のマイナス3乗、同じだからね、この1行いらないじゃんっていう感じもするんだけど、まあ、この発想もぜひ頭の中にあるといいのかなと個人的には思います。で、次がちょっと進数がね、括弧 x-2 とかなってるんですけど、大して気にしないです。で、大事なのは進数条件で、これどこまで入るかな、この辺までか。だから、上でいいかな。この進数、x-2 が0。ごめん。x-2 が0より大きくならなきゃいけない。この進数の部分が正だからね。で、これ一応解きます、ちゃんと。マイナス2、右辺に移行すると、x は2より大きいです。つまり、この問題は、この範囲の下で答えの判別をします。さあ、最後 OK かどうかね。でもやることは一緒で、じゃあこの問題はこれと同じようにやろうか。m が x-2 なので、イコール
16の 0.5 乗です。でも 0.5 乗は2分の1に変えましょう。つまり2分の1乗で、2分の1乗前にも出てきたけどね、ルートです。ただのつまりルート16なの、これってことは4でしょ。だからこれ4だと思ってマイナス2右辺に持っていくと4プラス2となるから答えは6で、この6はこの範囲に入っているので OK だよという流れになります。で、下の2問はね、やっぱめんどくさそうですね、見た目でわかるけど。で、これは多分いろんなタイプの方がいらっしゃると思います、やり方として。でも、まあ、自分はね、まずこの問題ログ2、ログ2が揃ってるので、これログの特性をね、使ってログの2が揃ってて足し算でしょ。ってことは2、左辺、ここの進数こうやってかけることができますね、くっつけられるからね。で、あとはさっきと同じようにやってもいいんですけど、せっかくなんで右辺ね、ログ2に揃えちゃうか。これやんなくてもいいんだよ、普通にこっちのやり方でもできるんですけど、2で2の4乗です。で、あとは普通に解くだけっていう感じになるんですけど、やっぱり大事なのは進数条件。今あえてね、一発目にちょっとやらなかったですけど、今回ログが2個あります。で、進数はここの x-1 と x+5 です。で、これも0より大きくなきゃいけないし、これも0より大きくなきゃいけない、両方やります、必ず。ってことで、一応これ進数の進って書いておこうか。これが正を解くとこうなります。0-1を右辺に持ってくればこうなるからね。で、かつ両方同時に起きなきゃいけないから、これも正なのでこうです。で、この条件組み合わせるとどうなるかっていうと、つまり x は1より大きいになります。で、これなんでかって、これ消しちゃうけどね、まあ、数直線簡単に書いて1より大きい、こう -5 より大きい、かつだから両方満たしてる、ここだよね。つまりここが条件になります。で、この進数条件も出したので、あとは普通に解いていくと。で、左辺がね、ごちゃごちゃしてますけど、さっきと同じでここイコールこれってやればいいから、 x-1 x+5 イコール2の4乗、やっちゃうか、16か。で、これ展開して 4x で、-5なんだけど、持ってくると -21 になるね、こうか。さあ、下は入る、もう1行ぐらいいくぞね。で、これを因数分解すると x+7 と -3 になって、入った、ギリギリで、これ解くと -7 と3になります。で、大事なのは進数条件、これ x は1より大きいんです。つまり -7 は採用しちゃいけないんです。だから答えとして最後書くのは x=3 だけです。だから進数条件がすごい大事になります。ここはこれでうっかりミスね、することよくあるので。で、ラストね、さらにめんどくさい、何がめんどくさいって、手が揃ってねえっていうね。だからこれに関しては手を揃えに行こうかな。3分の1に揃えたから楽そうだね。じゃあまず左辺、これを変えます。で、ちょっとこのね、左辺だけ先に変えてしまおうか。で、多分ね、これちょっとね、行数使うのでちっちゃくてごめんね。で、手の変換公式使っていくと、ログ3分の1の9分の1分のログ3分の1の x+7 と。で、この変換公式ね、なんだっけと思う方は、結構前なんですけど、いくつ前だ、 1,2,3 4つ前かの動画でね、変換公式やってますんで、ちょっと確認してみてください。で、これ下が2なんだよね、2ってことは2分の1が出てきます。で、ことで2分の1ログ
3分の1括弧 x プラス7と、こういうふうに変えることができます。いいかな。で、まあ、この前にあれだね、進出条件やるべきだったね。じゃ進出条件をここでやろうか。で、やると、まずここ x プラス7が大きいから x はマイナス7より大きい。で、かつ 6x マイナス3も0より大きい。で、これを解くと、マイナス3こっち来て3になって6で割るから x は2分の1より大きいと。で、こうなるね。で、これはまた数直線とかで書いてもらって確認すると、かつなので x は2分の1より大きいと。これが進数条件になります。いいかな。で、こっからはですね、どう解くか多分人それぞれ結構分かれると思うんですけど、で、自分だったらね、これ他にもっとね、いい方法ありそうなんだけど、自分だったらこれ書ききれっかな。まず左辺これなので、2分の1ログ3分の 1x プラス7、こうなります。で、右辺ね、1がログになってないんで、ここ直します。ちょっとここに書いちゃおうか。直すとログ3分の1の3分の1になります。もともと1だからね。で、手が揃ったんで、ここ書けます。3分の1とこれをかけると、ごめんね、ここで書いちゃって、ここが 2x マイナス1になります。ってことは、右辺がログ3分の 1 2x マイナス1になるんです。で、この後に俺はね、2分の1邪魔なので両辺2かけちゃいます。で、2かけるとここ消えて、ここに2がつくでしょ。で、ここの2っていうのは肩の2と同じになるので、そっちに2乗持ってきます。もともとここにあった2分の1がそっちに持っていけると。で、手が揃ったんで、これイコールこれをあと解いていく。で、解いていくと x プラス7イコール、これ展開しちゃおうかね、 4x2 乗マイナス 4x プラス1です。さてさてさてこれきついね、ごちゃごちゃしてごめんよ。全部右辺に持ってきてまとめた方が早そうだね。 4x2 乗マイナス 5x マイナス6イコール0、右側入ってる？ OK。 で、これはたすきがけがいいね。さあ、最初41かな、22かどっちだろう。これ22だと5持っていけない気がすんな。41でいってみようか。 4x と x で、6を3、2で分けると8、3持ってけるもんね。ってことはマイナス2プラス3にすればマイナス6できるし、いけるね。 OKOK。 だから x イコールマイナス4分の3と2となります。ちっちゃくごめんよ。で、最後に x は2分の1より大きいんです。だからマイナス4分の3使えないので、つまり答えは x イコール2と。はい、すいません、ギリギリで、しかもごちゃごちゃしちゃってね。まあ、こんな感じでぜひ解いてみてください。なので、大事なことはやっぱ進数条件です。とにかく、特にこういうふうに進数が2個あるパターンの時は、こうやって答えが1個排除される、噛んでる、排除されることが結構出てくるので、ね、せっかくここまでしっかり解けたと、よっしゃ出たって思ったのに、最後それで罰食らうとか減点食らうのはもったいないんでね、ぜひその辺を注意してやってもらえたらと思います。では、今回は高校数学数2の対数関数丸3方程式編をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回ね、対数関数、このタイトル最後で、次回が不等式編をまたね、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。